妻に枝豆は霊感を持ち、数年前まで新人アイドルたちと心霊スポットに取材に行くことが多かった。あるトンネルでの取材中、新人女性アイドルの具合が悪くなった。枝豆は帰りのロケバスの中で、その女性の首から幽霊の体の一部を見たそうだ。同行していた霊能力者がお祓いに来るよう強く勧めたが、次の日彼女は体調が回復したため、お祓いに行かなかった。数日後、その女性は首の骨を折り死亡。その後、心霊スポットの取材は一切行われていない。亡くなったカントリー娘、の柳原博美。1999年7月16日午後5時過ぎ、北海道葛西郡中札内村の村道を、自ら運転する三菱パジェロで走行中にハンドル操作を誤った。車が右に蛇行したため、慌てて左に切り返したとこ車が横転し車外に放り出され、車の下敷きになったという、なんかゾクッとするような体験だね。